大神宮前駅は、かつて、三重県宇治山田市に存在した伊勢電気鉄道、三宮急行電鉄関西急行鉄道の駅で、ある。1930年開業、1942年、廃駅。昭和初期、三宮急行電鉄が本線として、大阪から伊勢神宮へ向かう直行路線として、現在の近鉄大阪線、山田線を建設していたが、 それに対して、三重県の地元企業である、伊勢電気鉄道も対抗心で、津駅から徒歩5分程度の位置から、宇治山田へ向かう路線の建設を行おうとしていた。松阪宇治山田間では、両社の路線がほぼ並行するため、線路の不設合戦となり、三宮急行電鉄側が、やや先行した。そのため、三宮急行電鉄側の用地買収で応じた。 地主が買い叩かれたと思って後続する伊勢電気鉄道の用地買収には応じなかったという話も残っており伊勢電気鉄道側に大きな負担を強いる結果となったそれでも三宮急行電鉄が鉄道省山田駅への乗り入れを果たした1930年12月20日の5日後の12月25日伊勢電気鉄道も伊勢神宮前までの乗り入れを達成することができた この時、伊勢連の宇治山田市におけるターミナル駅として建設されたのが、大神宮前駅であった。伊勢神宮最寄り駅であることから、計画当初は、伊勢大神宮前駅の名称が予定されていたが、伊勢神宮側からクレームがつき、単に、大神宮前駅となった。伊勢神宮本来の固有名称は、地名をつけずに、神宮と称するため、伊勢をつけると、 伊勢電鉄の社名略称を付け加えたようで、不都合という事情があったようである。豊池大宮宮外苑の川にあり、北三角三道に向かうような位置に置かれていた。駅舎は、三宮急行電鉄が1931年3月17日に、プラットホームは対向式二面二線であったと言われる。開業とともに、大垣、桑名、四日市や伊勢電鉄から直通の急行電車が、 ク名ナタイ大神宮前館を1時間40分程度で走破し乗り入れるようになった。1935年には伊勢電気鉄道がもはに231型を用いてク名ナタイ大神宮前館を1時間25分で。伊勢電気鉄道は昭和強行の影響もあり、神宮進出の出費が重くのしかかって経営悪化に陥り、1936年に 三宮急行電鉄へ、九州合併された。その後、1938年には、三宮急行電鉄市会社の関西急行電鉄が、名古屋までの路線を建設したため、名古屋大大神宮前館を1時間50分程度で、走る特急が、駅に乗り入れるようになったこともあった。同年11月11日には、官員の都と人信号を乗せた、五条用列車も乗り入れた。 だが、三宮急行電鉄とその親会社の大阪電気軌道が次第に名古屋三宮中川間を走る列車に輸送の比重を置くようになったため、大神宮前駅の地位は次第に低下するようになった。それでも中川経由で名古屋から伊勢に向かうには三宮急行電鉄本来の路線と元伊勢電気鉄道の路線の期間が異なったことから同駅で乗り換えを要したため、 名古屋滞在神宮前間直通運行の急行列車はお伊勢参りの客が後期2600年行事の影響もあって増加したことからしばらく運行が続けられた。1941年には大阪電気機動と三宮急行電鉄が合併して関西急行鉄道の駅となるが1942年に伊勢線となっていた江戸橋から新松阪滞在。 神宮前館の路線のうち、新松阪大大神宮前館は、山田線と並行するため不要不急線に指定され、廃線となり、大神宮前駅の明かりも消えた。1934年8月21日、改正当時1938年12月26日、改正なお名古屋、中川間運行の急行は折に10本のり18本あり、そのすべてが、 大阪中川宇治山田間運行の上下急行電車と中川で接続した。伊勢電気鉄道本線上番町駅マイナス台、神宮前駅駅名標モニュメント跡地は、伊勢市立高生中学校の敷地となり、道中学校の移転後は、NTT 伊勢島局の敷地になった。後に、NTT 伊勢島局の縮小で、下空寄りの一部は、さら地となり、下空、北三角広場として、 各種イベントに活用されている。桑名方面の線路跡は道路に転用されたが、宮川の橋は撤去され、そこで行き止まりになっている。宮川の向こうは、一部は、三重県道37号鳥羽松坂線に転用されている。2008年3月、路線転用の道路脇に駅名標をかたどったモニュメントが設置された。表面には大神宮前駅と次駅の上磐町駅が、 表示され、裏面には路線の歴史が解説されている。ただし、看板が設置されているのは敷地の関係で、本来の駅ではなく、クアナよりの線路脇にあたる場所である。ありがとうございます。